75歳以上の高齢者に死を選ぶ権利を認め支援する制度、通称プラン75が今日の国会で可決されました。政府に求める国民の声が高まっていました。今日の一番手は一さん行く？私は後でいい。たまにはいいじゃない。そこで皆様ご一緒に仮装埋葬させていただくっていうプランなんです。あ、無料なんだ。はい、今日申し込みされます。え、承知しました。ですからその場合だと先ほどお話しした10万円もより自由にお使いいただけますよね。孫たちのこと考えたらさ、うん、そういうことが必要かもしれないじゃない。あんたもう死ぬつもり？ゆくゆくはの話。ございますが、どうぞよろしくお願いします。何かご質問があれば。どうして会ったらいけないのかしら。情が移って心変わりしないようにっていうことじゃないですか。子供がいたって寂しいもんよ。寂しいだけが人生だ。ジミーさん、万が一お気持ちが変わられたらいつでも中止できます。